もうすぐ決勝戦スタートだ。ウォーミングアップしてる時間はね。結構余裕っす。よし、今のうちに言っとくことがある。決勝戦が終わったら俺は引退する。この大会が最後だって前から決めてたからな。結果は関係ねえ。勝っても負けても引退だ。でもせっかくだから優勝してよな。おう、俺ベンチっすか。ベンチは俺だ。決勝戦はこいつに任せる。ここまで来たら絶対に優勝だ。ルカゴアーズをぶっ飛ばす。行くぞ。おう。気絶してるとこ見ちゃった。ち、かっこつけどころだったのにな。あんたはあれでいいんだよね。本当に出発しちゃうんすか。ゆっくり休んだ方がいいっすよ。ユーナの旅は先を急ぐ。休んでるわけにはいかねえんだよ。でもほら、シャキッとしろお前ら。ブリッツのシーズンは始まったばっかだろうが、そのしけた面なんだ。じゃあな、元気でやれよ。元気でな。うっす。声が小さい。うっす。分かってんのかよ。全部あんたのせいなんだ。真に飲み込まれたのも、スペアに放り出されたのも、ザラルカンドに帰られるのも、全部全てビンだ。何もかもあんたのせいだ。あんた何者なんだ。親父のこと知ってんだよな。ああ。ユーナの親父さんとも知り合いなんだろ。そうだな。どういうことだよ。おかしいだろ。何もおかしいことはない。ジェクト、ブラスカ、そして俺、3人でシンを倒したのが10年前。後に俺だけがザナルカンドへ渡り、お前の成長を見守っていた。いつの日かお前をスピラに連れて行くため。どうして俺なんだよ。ジェクトの頼みでな。親父生きてるのか。あの状態を生きていると言える。あ、あいつはもう人の姿をしていない。だが我の片隅には確実にジェクトの意識が残っている。あれに接触した時、お前もジェクトを感じたはずだ。まさか。そうだ、シンはジェクトだ。くだらねえ、なんだよそれ。バカバカしい。真実を見せてやる。怒るのも泣くのもそれからにしろ。俺についてこい。嫌だと言ったら。お前の物語は終わらない。それがどうしたってんだ。
そうか。ならば仕方あるまい。好きにしろ。来るか来ないか選ぶのはお前だ。バカにしやがって。好きにしろとか言ってさ、選ぶのは俺だとか言ってさ。だけど俺にはどうしようもないんだっての。あんたに言われた通りするしかないんだ。不満だろうな。それとも不安か。それでいい。アロン、ザナルカンド帰れるのかな。ジェクト次第だな。俺はユーナのガードになる。お前もついてこい。そんだけ吹ければ上出来だな。元気ないね。かもな。叫ぶ？そういうのとはちょっと違うかな。あのさ、自分で言うのも変だけど、召喚士とガードっていうのはスピラの希望の光なんだよね。いろんな人が私たちに注目してる。だから落ち込んでるところとか元気ないところとか見せたくないんだ。うん、わかるよ。気がする。笑顔の練習。え？ほら。なんだか変だぞこの練習。次、声出してみよう。え？はい、やってみて。ダメそうな時は指笛吹いて。そしたら私飛んでいく。うん。じゃ、行こっか。何見てんだよ。お前たち変になったかと心配してたんじゃねえか。大丈夫。それでは召喚士ユーナ、これより叙事寺院目指して出発です。ガードの皆さん、よろしくお願いします。
ピラの各地より集いし、勇敢なる討伐隊諸君、己の選んだ道を信じ存分に戦うがよい。君たちの優先、エボンの老子このシーモアがしかと見届けよう。はっ！どういうことだあれ。どうしてシーモア老子は討伐隊を応援するんだ。アルベド族の機械を使う作戦だぞ。教えに反する作戦だぞ。教えに背いてはいるけど、みんなの気持ちは本当だと思うな。シーモア様もそう思ってらっしゃったんだよ、きっと。おい、ルー、うん、ただの視察じゃない。本人に聞くんだな。やはりアーロン殿でしたか。お会いできて光栄です。ぜひお話を聞かせてください。この10年のことなど。俺はユーナのガードだ。そんな時間はない。それはそれは、アーロン殿がガードとは心強いですね。あ、はい。どうかそんなに緊張なさらずに。あのシモア様はなぜにここにいらっしゃられますのでしょうか。普段の言葉でどうぞ。エボンの教えに反する作戦、止めないとまずくないですか。確かにそうですね。しかし討伐隊もアルベド族もスピラの平和を真剣に願っています。彼らの純粋な願いが一つになってミエンセッションが実現するのです。エボンの教えに反するといえど、彼らの志は純粋です。エボンの老子としてではなく、等しくスピラに生きる者として、シーモア・グアド個人として、私は声援を惜しまないつもりです。でもアルベド族の機会はまずいっすよ。見なかったことにしましょう。老子様がそんなこと言ったらみんなに示しがつかないっすよ。では聞かなかったことに。マジっすか。初めて見た時からシーモアは好きじゃなかった。でもこの時はシーモアの方がいいこと言ってると思ったんだ。親父を感じたような気がした。まさか真の毒気ってこれかなんてさ。何人死んだんだろう。人が死ぬたびに言うなら、あの悲しい踊り。ユーナはあと何回、シンがいる限りユーナは踊り続けるのか。そんなことを考えていたと思う。帰れなかったな。たくさんの物語が終わった。がお前の物語は続くようだ。え？
俺は家に帰れなかった。